ニュースしゃべり残し大阪出し木曜日バージョン <laughs> 今週は飯田君のファンの皆さん失礼をいたしましたあまあでもモノマネは一応フルコースでやってくれたか、うん、あのあし飯田君の番組に林芳正さん岸田派の、まあ、上川さんと2人今回の えー、総裁選挙には出そうだというその林芳正さん山口のね、えー、もともと長いこと参議院議員やってらっしゃって衆議院に総理になるためにくら替えしてかなり無理をしてくら替えで衆議院議員になられて、まあ、今回、まあ、そういう意味では満を持して立候補飯田君林芳正さんなんかできそうな気がするななんかあの微妙に曖昧な感じが出せるんじゃないかな今度ちょっと聞いてみようさて えー、何ですか、馬淵澄夫さんが民主の代表選、馬淵澄夫さんってね、いつも名前が上がるんですが、最終的にやっぱり20人、何さって136人しか、立憲民主は衆参国会議員がいませんから、まあ、自民党と同じ、自民党は367人いて20人というのと、やっぱり136人しかいなくて20人というのと、それは難易度が全然違います。まあ、やっっぱりあの一度政権を取った というか,いうか自民党が20人なら立憲も20人なんだろうと、まあ、多分そういうことなんだと思いますが、えー、で馬、えーまあ、淵澄夫さんが出ない、まあ、20人集められなかったからっていうことなんですけども泉健太さんという今の現代表ももしかすると立憲民主の代表制に出られないかもしれない前代未聞中か何てうかですね、まあ、本に出ないって,って出てないケースはありますけどもそうじゃなくて出たいけども現代表が これはオンエアでも解説しましたけど今の泉健太立憲の代表っていうのはもともと小沢一郎さんのグループに支持されて、うん、代表になったんだけどその今回小沢一郎さんが泉健太さんから、まあ、明らかに距離を置いて和泉健太さんが、まあ、野田佳彦さんの応援に回ると。でこの辺り、えー、昨日今日ニュースになってますけどね、えー、あの小沢一郎さんが。 野田さんの方を訪ねて、まあ、我,我が小沢グループとしてはあなたを代表にというこれがね今から30数年前に小沢一郎自民党幹事長の時にですよあの時誰だったかな、えー、と最終的に宮崎一さんが総理大臣になるんだけど宮沢さんとあとは三塚さんと渡辺芳美さんのとっつぁんの,あの渡辺さんですね。 えー、その多分3人が立候補自民党に立候補しようとして小沢一郎さんが自分の事務所にこの年上3人を呼びつけて、えー、最終的に宮沢さん支持するんだけどもそれはあまりにも比例ではないのかと、えー、やっぱ当時小沢さん50にも49ぐらいかな,なんかそんなんでやっぱり総理大臣自分のよりはるかに年上の総理大臣候補を3人自分の事務所に呼びつけて。 最終的に宮沢支持っていうんだけどそれのやり方かなり批判されたんですよ。でおそらく今回も今回逆に小沢さんが自分の事務所に野田さんを呼びつけたら全く同じ批判を浴びるんで今度は自分が出て行ってっていう、まあ、そういう体裁を整える、まあ、この辺の呼吸みたいなやつがやっぱり歴史を知ってるとあ今回は小沢さんは出かけて行ったのでただし。 あの時の、まあ、いわゆるキングメーカーみたいな立ち位置で振る舞うというのはあれが1980年代後半ですから今からもう35年も前の話だけど人間ってそう観念だなっていうのが逆によくわかりますがさて、えーまあ、その三十何年というとね39年逃げ続けてた、えー、竹中正久山口組四代目殺害 で指名手配されてた男が全く別件で長崎で捕まるってびっくり仰天。この話は詳しく本屋でしてますから興味のある方はそっちを聞いてください今日ズームフラッシュにこんなニュースがありましたスウェーデンの高級車メーカーボルボカーはまあ、スウェーデンの高級車メーカーには違いないんですが今も中国地方の傘下でありますから 2030年までに全新車を電気自動車とする目標を撤回すると発表しました新たに設定した目標では2030年までに新車販売出数の9割以上を電気自動車 EV かもしくはプラグインハイブリッド車とし最大1割をハイブリッドにするとプラグインハイブリッドとハイブリッドはどこが違うかというと、えー、原則電池とモーターで走るかそれとも原則 エンジンジで走るかの違いですまあ代表的なハイブリッドでいうと日本ではプリウスなんかが有名ですけども、まあ、あのバッテリーだけで数十キロ走れますがベースはガソリン車だよとただし、えー、バッテリー積んでてモーターも回すよっていうのがモーターでも動くよっていうのがハイブリッドでプラグインハ,ハイブリッドっていうのは、まあ、例えばコンセントがついてて充電して。 電気自動車として走れるけれどもバッテリーがなくなってきたら、えー、エンジンでも走るよっていうどっちが主体かっていうのの違いですねハイブリッドとプラグインハイブリッドはだからまあプラグインハイブリッドっていうのはどっちかっていうと電気自動車よりハイブリッドっていうのはガソリン車いや内燃機関よりっていうそういう構造がありますが、えー、2030年まで2030年って言ったらあと6年だからなだけどね電気自動車って やっぱりとんでもないスピードで普及してるのは間違いないですよもうほとんどの人認識してないですけどもテスラって会社がありますよねイーロン・マスクまあ今もテスラ電気自動車テスラって聞くと皆さんイーロン・マスクってこう思い浮かぶはずですが最近あのイーロン・マスクの伝記を読んでるとテスラってもともとイーロン・マスクが出資しただけ最初は出資しただけで別の人間が作ったっていう。 だかからなんかテスラ創業者イーロン・マスクっていうと本当の創業者は相当怒ってるって話もありましてだけどそのテスラができたのが2003年かなんかですよそれでテスラが最初の車を発表したのは2009年のはずですということは今から15年前ですよわずかにそれまでもまあ例えば日産のリーフとかねあの先行して発売してた電気自動車っていくつもある電気自動車なんかそれこそ100年前からありますからねだけど 100年前のさすがに電気自動車はともかくとして20年前の電気自動車でも、まあ、言っちゃなんだけどほとんど使い物にならなかったんですよ。でやっぱりあのテスラが出てきてあのテスラの戦略で安い車からは売らないととにかく高級車だから最初のテスラって多分日本円に直すと1,000万は軽く超えてたはずですねだから最初高級車だから今までの電気自動車の イメージをひっくり返すんで高級車からスタートしてそこから低価格帯に移行していくっていうテスラの戦略だったみたいですねだからもう最初はテスラも何回も倒産の危機を乗り越えてなんだけどそれでも最初にテスラが車出してからまだ15年しか経ってないわけですよだからあのもしかすると古い世代の電気自動車のイメージを持っている人と現状の電気自動車とは実は全く別物になりつつある いうことはどだからまあ最近こういうニュースが続くとですね電気自動車駄目論みたいなものがあのよく日本の特に保守派の間ではこう広がるんだけどももうあの残念まあ残念ながらっていうか私あの3リッターの内燃期間の車乗ってますからそういう立場からすると残念ながらなんですけども、まあ、全部電気自動車に移行していくのは必然ですこれはもうう間違いななくそうなります。 断言しときます3リッターの車に乗ってて何て言ってんだよって話なんですがもうそれはもうあのいろんな車に乗ってきましたけどもまあ必然だろうなとそれがまあ5年向こうか5年手前かっていうだけの違いで、えーまあ、今回も。 2030年までに全社 EV を撤回っていうとそこだけ強調されますがいやそれでも2030年までに9割以上が EV かプラグインハイブリッド、えー、ガソリンハイブリッドって残るのは1割で純粋の内燃機関車もボルボはなくなるとただまあ,まあボルボはここスウェーデンの高級車メーカーって書いてありますが実質今ボルボは中国の中国の2位の自動車メーカーの参加かな,なんかそんなことになってる。 はい、まああのー、イーロン・マスクの電気なんか読んでて、まあ、スピードに驚きます何がスピードに驚くかというと、えー、実はイーロン・マスクってなんか日本だとテスラ電気自動車っていうイメージですがテスラより先にスペース X のロケットから始めもう,もうちょっと最初に別の,あのコンピューターソフトはありますけれどもそこで大儲けして、えー、最初に金熱けつぎ込んだのがスペース X っていうロケット事業で。 でロケット事業の後に実は電気自動車に出資をするというのがテスラの、まあ、イーロン・マスクの歴史なんですがただまあそれにしても20年ちょっとですから早いですよ変世界の変化はだから皆さんというかまあこれ見てらっしゃる方の世代によると思うんですがあのもしかすると一定以上の世代の人は20年前と今はいろんな意味で 世の中激変していると、日本にいるとどうもわからなくなってますけども、そのあたりはちょっとどっかでやっぱり強烈に認識しておく必要があるんじゃないのか、つくづく思います。はい、えー、今週はこのぐらいにしておきます。はい。それにしてもね、オンエアでも言いましたけど、オンエアではぼかして言いましたけど、今回あの三十九年前の事件で殺人事件で。 えー、主犯格で逃亡40年間続けてた男が見つかって名誉毀損だからすぐ逮捕されたけどシャバリン出てくる、えー、今の山口組が40年前のメンツのためにまあいや動くかここですね見物は。 今の暴力団も暴力的、もしかすると合理的だから、40年前の組長殺害事件の義理はないと考えるのか、やっぱり義理と人情の世界で義理を書いたらお使命だということで、この人物がある意味、されるのか、<laughs> ここでもぼかして言うか、そうですね。はいまあ お察しの通りです、はい、今日はここまでですご清聴ありがとうございました